こんばんは、棟方隼人です。今日はご飯に合うがっつりしたレシピ作っていきたいと思います。料理初心者の棟方くんが時短やヘルシー、食品ロス削減をテーマにしたイケてる料理に挑戦、イケメシ。今日の先生は料理家の本田陽一先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。がっつりいきましょう。では早速、今日のイケメシはこちら。大きめの具材で食べ応え満点、豚バラおかずきんぴら。材料です。豚バラ薄切り肉、ごぼう、人参などご覧の材料を用意しましょう。まずは野菜から切っていくんですが、ここで早速今日のイケメシポイント。ごぼうと人参は皮を剥かずに全部使いましょう。まずごぼうはしっかりと洗い、同じ長さに切り揃えたら、さらに4等分にしていくよ。人参切っていきましょうか。人参は5ミリ幅くらいで、ごぼうと同じ長さになるように切っていこう。豆苗は今日は1/2袋分なので半分に切って、このごぼうと人参の長さぐらいなので、これは2等分ぐらいに切ってください。はい。豆苗を切ったら、しめじは石突きを取ってほぐしておくよ。先生、次はお肉ですね。そうそう、今日がっつりメニューなのでお肉を使います。ちなみに豚バラ肉を使うんですけど、豚バラ肉は好きですか？はい、好きです。では、まあ、ごぼうと人参と同じぐらいの長さに切っていってください。ちょっと切りづらいけど頑張って。お肉が切れたら塩で下味をつけておこう。はい、じゃあ棟方さん、続いて炒めていきますが、今日はその今冷たいでしょ、フライパンが、はい、そこに豚肉をまず入れてゆっくり炒めていきます。はい、はい、油を引かなくていいんですか？そう、今日はまずは豚肉の油で他の野菜も炒めていこうかなと思います。はい。豚肉から出た油で炒めることで旨味がアップするんだって。豚肉に焼き色がついたら、ごぼうと人参を入れ5分ほど炒めよう。さらにしめじも入れてしんなりするまで炒めるよ。さあ、いい感じかな。はい。そしたら続いて調味料入れていきましょう。はい。いりごま、みりん、砂糖、醤油を入れるよ。で、最後赤唐辛子を入れていただきたいんですが、辛いのはお好きですか？はい、好きです。じゃあ2つか3つに折って、種をちょっと乾燥してると思うので取り出せると思います。カタカタと落ちてくるので、それを最後に入れて炒めていってください。はい。赤唐辛子を入れ、全体的に味が馴染んだら、最後に豆苗を加え軽く炒めて出来上がり。ゴロゴロ野菜で食べ応え抜群のきんぴら、お味はどうかな？意外と難しいレシピだと思ってたんですけど、上手にできました。家でこれが作れたら結構かっこいいんじゃないかなと思います。あまりお肉から油が出ないときはごま油などを足してみよう。ご飯が進むおかずレシピ、ぜひ作ってみてね。